はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。3時半を回りました。2月は7日の火曜日でございまして、いや、私はですね、毎日のようにですね、お隣さんメディアというものをですね、少量してるわけですよ。まあ、見回ってるわけですね。こう、さまよってるわけですよ。歩き回ってるわけですよ。なんかお笑い記事ないかなと思って。これ多分ね、抜群にですね、お隣さんらしい、お隣さんでしかありえないような記事かなと思うのがこれですね。ハンギョレでございまして。張愚久元長官の娘。私にやましいことはない。初の公開インタビューと。張愚久さんというムンジェイン政権時代に1ヶ月だけ法務大臣を務めたおっさんがいましてですね、なかなか2枚目のおっさんなんですけど、ムンジェインの後釜と言われたんですけども、その法務大臣になる前後にですね、娘さんがですね大学保健、医療大学院に入学する書類とか、大学入学する書類とかをですね、お父さんとお母ちゃんですね、つまり法務大臣とその奥さんはですね、総掛かりで偽造してですね、その要は不正に入学を得たと。入学審査を通したというこの罪でですね、まあ、お母ちゃんは今ですね、もっと大学教授ですね、お母ちゃんは。お母ちゃんは今に、インプリズンなんですね。で、お父ちゃんも先日ですね、実刑の判決が出ます。第2審やったかな。第2審をちょっと忘れましたけど、で、まあ、控訴してますんで、またですね、要は、保釈中ってなのかな、まだ保釈ではない、保釈かな、よくわからないけど、要は保釈中ですね、刑は確定してない状態なんですけどね、その当の娘さんはですね、大学の入学も取り消されてですね、医学大学院の入学も取り消されて、で、ご本人は、2年ぐらい前に国家試験に受かって、医師の国家試験に受かって、インターンをやってる最中で、もしかしたらだからですね、もしかしたらほぼほぼ、医師の資格も取り消されるんちゃうんかなというところだと私は理解をしました。皆さん自身のですね、公開インタビューがいいです。ちょっと、YouTube チャンネルで検察が私の家族を過酷に扱っている。検察著民の入試不正疑惑を引き続き検査中と。いうタイトルが出てますけども、子供の入試不正と監察もみ消し疑惑などで、張愚久元法務部長官、法務大臣です、日本で言えば、が有罪を言い渡された中、娘の張民さんが、改革をですね、検察などが私たちの家族を過酷に扱ったとし、やましいことはないという立場を示した。張さんは6日午前、YouTube チャンネル、キム・オジョンの謙遜は辛い、ニュース工場に出演し、検察やメディア、政界で私たち家族をこの4年間このように扱ったことを振り返ると本当に過酷だったと思うとした上で、本人たちは自らに、あるいは自分の家族に同じ基準を適用しているのか聞きたいと語った。どういうことでしょうね。その追求してる 人らも、君らも不正やってるやろって言うてるんですかね。まあ、そういうふうに私は思いました。本人たちは自らに、あるいは自分の家族に同じ基準を適用しているのか聞きたいと語ったと、今のところですね。さらに4年間、張愚久元長官の娘としてのみ生きてきたが、父が実刑を受けるのを見守りながら、私にやましいことはないのかとじっくり考えた。としやましいことはない。恥ずべきことなく生きてきた。だから決心した。張元長官の娘ではなく、張民として堂々と隠れることなく生きていきたいと話したと。ええ根性しますね。いや、ちょっと見上げるようなええ根性ですよね。お写真が出てるんですけど、割合こう、綺麗な方ですよ。海外学校。資格のない人が医師になったという人もいる。という司会者の、キム・オジョンさんの質問に対し、著さんは、表彰状をもらったからといって医師になれるわけではない。当時入試に必要な項目において点数は十分だったし、あるものはそれ以上だと。とし、各医師として資質は十分だと、各同僚などに言われた。と答えた。また個人的には不自由のない環境そのものが、
誰かにとっては特権として映るかもしれないことに気づかされた。だから同年代の人たちに申し訳ないという気持ちを持つのは自然な過程だと思うと語った。つまり自分はですね、恵まれた両親の元で育ってですね、偽造までしてもらって医学医者の道へ進んだということをですね、そういうことができない人たちに対してちょっと申し訳なく思いますよとおっしゃってるわけですね。病院で働く代わりに医療ボランティアをする、医師の町民でなくとも幸せになる自信はある、などの発言もあった。なかなか強気でいらっしゃいますね、この方ね。もうちょっと行きましょうね。これに先立ち、ソウル中央地裁刑事21の一部、ソンヨン裁判長は3日、チョ元長官に対して懲役2年に追徴金600万ウォン、約63万円を言い渡した。裁判所は子供の入試不正関連容疑に対してほとんど有罪を認めた。プサン大学医学専門大学院に入学したチョ・ミンさんが、のファン・ジュン元プサン医療院長から奨学金の名目で受け取った600万ウォンに対する請託禁止法違反の有無についても有罪という判断を示した。先に起訴された母親のチョン・ギョン・シム前東洋大学教授は入試不正などの疑いで懲役4年刑が確定した。今プリズンにいらっしゃいます。一方、チョ・ミンさんに対する検察の追捜査はまだ終わっていない。ご本人、娘さんですね。チョさん本人の入試不正疑惑事件は、ソウル中央地検公判5部、キム・ミナ部長に配当されている。よう意味わかりませんけど、そこで所管しているところですね。検察は2019年11月、チョン前教授を裁判にかける際、控訴状にチョさんの共犯を明示した。ということは、この娘さんも共犯関係である。ソウル中央地検関係者は、チョ・ミンさんの事件について引き続き捜査している。チョン前教授やチョ元長官の判決文などを検討していると語ったということで終わっています。これを載せているのはですね、ハンギョレというですね、お隣さんの左派系のメディアです。どっちかというとチョ・グクさん側に立ってる側にあるメディアですね。ですんで、そのチョ・ミンさんというこの娘さんにはやや優しい感じがしますね。ただ私の理解ではですね、医師の資格をですね、剥奪される可能性が非常に高そうですね。でご本人が公開の場で出てきてですね、私にはやましいことがないというふうにおっしゃってるわけでして、でもしかしたらこの方もですね、そのお母様との共犯でですね、罪に問われる可能性があります。でもよく出てこられたなというのは正直思いますね。途中のね、あそこは面白かったですね。他の人は同じ基準でやってなかったって、お前ら、いや、お前これくらいのことはみんなやってることやんということですね、言うてみればね。その入試不正、入試のため推薦をもらうため、あるいは入学許可をもらうために出した書類に、人生ないことをいっぱい書いてあるというのはですね、日本の基準から言えばありえないことなんですけども、お隣さんではそんなに珍しいことではないというふうに私は理解しますし、この張民さんもそういうことですね、そういう意味ですね、これをおっしゃってることは。日本でもね、大学、外国の大学を卒業したかどうかわからんおばはんがですね、東京都知事やってたりしますからね。で、後付けでね、あれはね、大学から卒業してんじゃとかって言うてましたけど、あらかたの日本人はですね、そんな信じてへんのちゃうかなと。国やん、あの国はって。後で偉くなったら卒業したことにしてくれるんちゃうのみたいですね、思ってるわけでしょ、みんな。僕、完全にそう思ってますけど。で、だから、お隣さんもですね、ええやんって。このチョ・ミンさんね、医学、確か私の理解では、学部の時もですね、コレ大学の学部の時も、医学専門大学院の時もですね、何年か留年なさってるような記憶があって、ようやく医師の資格を得たのはですね、30歳ぐらいの時だったというふうな記憶があります。だから31、2歳ではないですかね、今。で、多分この流れでいけばですね、
その資格も剥奪されそうな感じでございまして、今後どうやって生きていかれるかなというのもですね、まあ心配といえば心配ですけど、別に私には関係ないことですけどね。まあでもこうやって気丈にね出てこられて、やましいことはないっていう主張されてるんですから、少なくともですね、心は強く持たれているということですね。で、あのね、お隣さんのね、日本と違うところはね、またこれがね、今のユン・ソンニョル政権が終わってね、左派政権になった時に、この方たちまた日の目を見るかもわからないですよ。そういうお国なんですよ。なんであれですよ、そのどうでしょうね、逆転無罪なんていうこともなきにしもあらず、もう何でもありですからね、あの国は。あの僕らが考えてるような法治国家ではないんですよ。さっきも言いましたけど、もう何でもありご都合主義の法治国家ですから、法治国家とは言えませんね、オリジナル法治国家ですね。なんでこの先だから彼らがですね、あのこのまま沈んでいくかというと、女分からへん、分からへん、あの国や分からへんの、もうね、はい、言うときましょう。あのなかなかでもあのこの息やよしという感じでございます。このハンギョルのサイト貼っておきます。はい、どうもありがとうございました。